はい、というわけで今回はこのゲームやっていこうと思います。なんだ、緑色のやつがいたぞ。あれなんなんだ。はい、冒険ようこそ。はい、じゃあやっていきましょう。ニューゲームリンマンアドベンチャー、リンマンアドベンチャーっていうゲームだったんですけど、はい、じゃあやっていこう。なんだ、花、ニンニクみたいなやつが上に乗っかってるし。なんだ？なんか近、今近かな？俺その怪物みたいな、誰？怪物みたいなやついますね。ああ、なんか貴重な栄養みたいなやつが取っちゃったのかな、このカエル。それがそういうなんか花が枯れちゃったみたいな感じかな。後ろにスワイプしよう。ヒーロー選ぼう。あ、これか、このこっちか。あれ、あ、もう今選んじゃったのか、今の時点で。ステータスとかないのかな。はい、じゃあやっていこう。何すんの、スワイプしてスタート。何をすんの。タップでジャンプ。あ、そんだけ、タップでジャンプするだけかな。タップでジャンプ。はい、向きを変える。向きを変えて、届かない。あ、何これ、え、滑空できんじゃん今。ほら、パタパタパタってできました。アタック、これでクリアってことか。タップで止まる。何を追いかけてたんだ、さっきから何を追いかけてるんだろう。バーン、聖なる木が死にかけて一緒に来て、あれ聖なる木だったのね。なんか悪いやつらがあの聖なる木栄養みたいなの取っちゃって、なんか聖なる木だった、栄養がなくなっちゃった。おお、元気になったね。はい、こういう感じでやっていくんですね。操作方法かなり簡単ですね。ジャンプとスワイプとアタックか。さっきの滑空みたいなやつできたけど、あれ何なんだろう。はい、バーン、これバーンっていうんだね。助けてください、僕の家、家族も助けてくれる。さっきなんかいっぱい持ってかれちゃったよね。あの文字、このバーンっていう人の家族だったのかな。卵があるよ、割れる前になんとかしなくちゃ。さっき奪ってたやつか。はい、じゃあやっていこう。次のステージかな。前に最後したラムって何。そしてシーカータイプ、シーカータイプ何。シーカータイプは3個隠れたアイテムを見つけます。たくさんいればたくさん見つけます。これか、さっきのペットみたいな。これシーカータイプっていうのかな。はい、じゃあ行こう。これは回収すればいいのかな。おお、なんじゃそりゃー。おお、なるほど。あれ、これアタックか。あれ、情報、やべ、ミスった。タップして壁ジャンプ。こんなんできんか、壁ジャンプ。はい、これで、ウスターか。言うかと思った。はい、これでアタック。なんかめちゃくちゃいるやつ。そして、はい、こっち向き行って。こっちになんかあるでしょ、絶対。絶対なんかあると思ったのに、なんもないじゃん。で、こっち行く。ここなんかあるでしょ。ほら、よし。オッケー。やばい、ミスター。これ壁ジャンプ結構難しいな。なんだこれ。おお、はい、壊して。もうこれなんか隠されたやつとかいろいろあるみたいですね。これでクラッシュ。空中アタック、すごいな。ほら、空中アタック。アタック。はい。もうなんだ？はい、壁ジャンプ。壁ジャンプ。はい。まあ、こういう感じでやっていくっていうゲームですね。向き変えて。なんか変化してる。おお、クリアか。はい、まあ、これでクリアってことですね。もうなんだろう。長押しなんかスキップみたいにできるみたいだけど。
はい、これでクリアってことですね。使ってるコントローラーとかもあるんで。はい、じゃあ早速やっていこう。早速っていうか、まあ次どんどんやっていきましょう。捕まってる T氏、あ、なんか捕まっちゃってるのか。あ、じゃあまた連れていこう。ん？何これ、肉あげないとこいつ来ねえのか。まあいいや、はい、やっていこう。こっちって書いてあるけど、あれでもなんかさっき、こっちになんかあるみたいですよ。こんな変わることが、おー、あ、なんかこう教えてくれるんだね。はい、ちょ、おー、はい、なんか下入って、はい、こっちにこう、空中アタック、そしてアタック。あ、なんか助けたぞ。クマみたいなやつがいる。はい、はい、こっちになんか生きてるの。はい、じゃあこっち行こう。スーパーアタック、空中アタック。なんかここになんかある。バーン、ちょっと休憩しないで、休憩すなぁ。あれ、なんか下にやって、んー、なんか捕まってんじゃん。助けてあげて、空中アタック、そして下、はい、なんかもうめっちゃ捕まってるやん。そっちじゃない、空中アタック。はい、ここで空中アタック、空中ではなかった。はい、これ叩いて、あれ、こう変えなくなっちゃったもんね。変えなくなっちゃったやつもん、こっから変えれた。ほら、空中アタックしたやんけ。ここで下、そしてちょ、あれ助けたいんですけど、ここでじゃーん、そして、はい、あれ、また助けていくのね。うん、危な、はい、下、そしてなんかいろいろ助けたけど、はい、これなんだこれ、あ、これクリアだ。はい、これでクリアですね。こういう感じでやっていくっていうか、はい、なんかいろいろ、なんか報酬みたいなやつがもらえるみたいですね。サポート、コントローラーとかにできるか、こういう感じでやっていくっていう感じですね。はい、じゃあ最後、卵、なんだこれ。はい、卵救出やった。バーン、何が入ってるの。さあさあ、孵化させる。お、来た。おお、新しい国、さっきと変わんなくない。なんか若干変わってるか。でも耳みたいに入ってる、耳が入ってる。いや、さっきのこれも耳入ってる。何が違うのか分かんない。何？なんだ？おお、なんかちょっと成長した。まあ、これどんどん木に養分を蓄えていくみたいな感じかな。見つかってないの？ですね。はい、じゃあここ行こう。はい、じゃあ最後行きます。なんだ？何？おお、来るのか？え、なんか新しいステージと解放されたみたいですね。はい、卵を選ぼう。はい、確かにこう。はい、じゃあ早速やっていきましょう。プレイヤーのプロフィール、実績、なんかいろんな実績とかあるみたいですね。まあ、ミッションみたいな感じかな。はい、なんか1枚ゲットした。長押しで、ほら、削ろう。はい。お、なに。新しいクリーチャーゲットしましたね。後ろ向きサイプ。これ早く入れるや。また成長すんだ。新しいクリーチャーが来るごとに成長するってことかな。はい、じゃあもうどんどんやっていこう。はい、じゃあやっていきます。最後敵をやっつけてゴールしよう。はい、あ、これ連れていこう。
強そう。あ、おら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 、スパイク危険な時ローテクス与える。ちょっとないで守ってくる。おお、ちょっとない、めっちゃいいんじゃん。大丈夫、まあまあこういう感じなんですね。やばい、敵が来た。空中アタック。こっちなんかありそうじゃないか。特にないか。はい、どんどんこう盾持ってても返すって関係ないんだよね。別に倒せてます。はい、さっきなんか途中で消えちゃったみたいなんだけど、よく分かんなかったんですけど、こういう感じでやっていくっていうゲームですね。木とかもいろいろ成長していきますね。これも木とかを成長させるっていうゲームですね。はい、というわけで今回はここまでにしようと思います。次回もお楽しみに。